でご,ざいますご視聴いつもありがとうございます。2022年12月5日に、はい、こちら GR86 無事にゲットしてから1ヶ月が経ちました。GR86 をズバッとレビューしていきたいと思います。この GR86 レビュー動画は内装編、外装編、走行編、カスタム編という4部構成になっておりまして、今回は内装編ということで、 インテリアなんかのデザインの良い点悪い点、スポーツカー初心者の正直な感想、一般人目線でお伝えしたいと思います。ちなみに以前乗っていた車はこちら、クロスビーになっておりますけども、一般車からスポーツカーに乗り換えたスポーツカー初心者ということを前提に見ていただければと思います。では早速レビュー行ってみましょう。 そしてこのチャンネルでは GR86 の普段使いの様子や仕事、趣味などの幅広い私、石原のセミリタイヤ生活の日常を垂れ流したドキュメント Vlog を中心に GR86 関連の動画、さらには GR86 で日本一周の旅をする企画などをお届けしていきますのでぜひチャンネル登録よろしくお願いいいたしますはい、では内装をねまずまるっとご紹介していきたいと思います。内装編とということで はい、こちら、えっ、ー、と、ドアを開けると、この辺ね、アルカンターラ的な、ちょっとこう、素材でできたもので、こちらがね、えっ、ー、と、レザーみたいなやつですね。僕は、あの、ブラックレッドの、えー、内装を選んでいますので、えー、そのようになってますね。で、こちらにステッチが入っています。赤のね、えー、ブラックレッドにしたので、ここに多分赤のステッチが入ってるのかなよくわかんないけど。うん で、この辺が各種、えー、ボタンになっていますね。これがミラー。これがミラーを閉じるやつですね。ロック。で、これが、まあ、パワーウィンドウでございます。で、ここに一つね、なんか飲み物を入れるものがあります。で、ここをまだ僕はね、剥がしてないんですけど、なんかこう、足移ってよくね、なんか、レビューとか動画とかであったんで、まあ一、外してもいいんだけど、まあ、一応まだちょっとつけてる感じでございます。はい。で、ここね。 ガードのところでございますそしてこちらね、えー、赤内装にしてるのでここに赤のストライプの模様が入っててちょっと中がね中に赤いのがあってプツプツはねこのなんか素材がこうスウェードっぽい素材が空いている感じですねでまあレーシングのなんかこうシートみたいな感じでちょっとこう守られるまあ、普通のシートじゃなくてスポーツの なんかシートっぽくてこうね太もも付近とかこうね脇腹付近とかこれでこう守ってくれる感じでございます、はい、でここがえっと上向き下向きの調整でこれがえトランクですねトランクでえこっちに移っていきましょうはいでこれが GR86 のハンドル部分ですここにね赤いステッチが入っていっる感じですねあの素材はね こう、サラサラした感じですね。はい。さらさらした感じです。で、ここにトヨタのマークで、これで、えー、っと、オーディオのコントロールですね。はい。で、これが、えー、シフトです。オートマが、えー、っと、6速、えー、なんか、オートマだけど、マニュアルとしても、ここね、シフトアップ、シフトダウンできるという感じですね。マニュアル操作。で、これが車間距離とかのやつですね。はい。で、これがアイサイトクルーズコントロールというここにね、 ついていてますここにアイサイトが搭載しております。で、メーターの方がエンジンかけましょうかね。エンジンスイッチはここですね。そして、ここがエアコンのダクト、吹き,吹き抜け。 のやつですねでここナビが入ってるんですけど、僕は7インチのナビ、あととの7インチナビつけました。これね、あの a n d r OS が入ってるんで、むちゃくちゃ便利です。はい、はい、このように、あととのね、アンドロイドナビなんでこう動かしたりできるし、えー、っとね、マップとかも Google マップがこう起動するという、おととと、場所がバレてしまうのであれなんですけどで、ここがね、各種エアコンの。 えー、コントロールになっています今暑いので止めときましょう。で、オート。オンオフね。これでオンオフ。エアコン。で、えー、これが、えー、っと、曇った時にね、えー、窓が押すやつね。もう、押すやつって。で、モード。これが、えー、っと、切り替えですね。どっから吹き。エアコンの風が出てくるか。で、これが、外からか、内から風をね、読み込むか。 で、これがシンクっていうねです、これを押すと、こ、こっちとこっち同時、同じようにシンクされます。同じように。シンクされてると思います。こんな感じですね。はい。で、これがシフトノブですね。ちょっとエンジン切ります。はい、これがシフト、オートマのシフトノブです。はい。こうなってます。こんな感じ。はい。ここにも中のスティッチが入っております。はい。 で、ここがサイドブレーキですけど、ここにもね、赤のスティッチが入って、あの、ここの、えー、シートなんですけど、ここ横にもね、スティッチがあって、で、赤の内装なんで、この部分がね、えー、赤です。で、この辺がね、えー、フラットになっております。フラット。で、スピーカーがここに一つ。そこに一つ。で、あの、ドアのところに、ここにね、一、えー、つなので、左右、そちらにもあります。 はい。で、これが、えー、ダッシュでございます。で、こっちにはね、吹き。エアコンのこの風が出るとこね、これね、出ています。はい。で、このように。これね、開けると、ここに電気がついてるんで。はい、どうも、エシャーでございます。はい。便利ですね。はい。で、こっちにも、えー、ちゃんとありますと。で、ここが、室内灯ですね。これが、オフ、オン。 ドアが開いた時にオンの部分ですね。で、これがミラーとなっております。はい、どうも、石原でございます。はい。で、こちらは先ほどのドアと一緒ですね。で、シート、今ちょっとね、あの、道具が載ってますけど、ここにもうストライプが入って、で、ここの下も赤ということになってます。で、ここが、ね、コントロールのモードですよね。こうフラふらつきとか、スポーツ、スノー。で、これトラックモード。はい、スノーっていうね、ボタン出て、でスポーツの時にちょっとこうなる。 はい。で、トラックモードがちょっと長押しかな。で、ここに、はい。えー、っと、飲み物を入れるところがありますここがね、もうほんとゴミ溜めになっちゃうんですよね。ここにね、二つドリンクホルダーみたいなのが付いてるんですけど、ここにもう物を入れないと、GR86 どこにももう置けないんですよね。まあ、後でレビューしますけど。で、ここ、ツーシーター、後ろね。これを倒すと、えー、トランクからこう解放することになりますので、 はい。このようにね、今、後ろのトランクなんですけど、こう開いてるんですけど、ここの後ろのシートを倒すと、向こうまで繋がるような感じになってます。はい。じゃあ続きまして、良かった点をね、まずご紹介します。今ね、ちょっとまるっと内装紹介しましたけど、その中でも、特に良かった点からお伝えしたいと思います。まずね、ハンドル。ハンドルのデザインね、 最高ですね。なんかこう、スポーティー。今まで僕はね、クロスビー乗ってたんで、ほんとこういうスポーティーなハンドルってね、なんかね、ワクワクしてきてね、このハンドルのこの GR のロゴとか、ね、めちゃくちゃね、スポーティーでこのハンドルね、気に入りました。そして、ボクサーメーターね。はい、このメーター。このね、メーターやっぱりね、こうね、ワクワクしますね。最高でございますね。はい。 で、フロントシート。これね、フロントシートなんですけど、乗り、乗り心地はね、走行編でもお伝えしますけど、乗り心地が、こう、掴まれてる感じで、むちゃくちゃ気持ちいいです。これ。かちょっとソファーに座っているような感じなんで、めちゃめちゃこれね、最高のフィット感でございます。はい、そしてこのトランクスペース、割とね、色々入るっていうか、割と広いトランクスペースになっていて、 はい、このようにね、後ろのね、二つ、この後ろの後部座席をこう倒すと、このようにスーッと向こうまで突き抜けるような感じ、広いトランクスペースを確保できるっていうのがね、非常にいいです。これね、日本一周の時に、車中泊もできそうだなという感じがしております。はい、で、この後ろの後部座席ね、人が乗るとね、やっぱ乗りにくいっていう風に、ショート動画でもね、上げたんですけど、子供たちに不評だったんですけれども、<laughs> ここね、割とこう運転していて、こんな感じでちょっと眩しいな。運転していて、ここがね、こうスペースがあることによって、閉所感っていうのがないです。僕結構閉所恐怖症なんで、狭いとこって苦手なんですけど、ここもしね、こう遮られていたりしたら、ちょっとなんか狭いかなって感じはするんですけど、ここの後ろがこう空間があることによって、なんか広い、広いというか、 閉所感が本当にないので、ここね、空いてることによってもちろんこのようにね、バックとかも、もちろんね、大きな荷物も置け,置けるので、このスペースっていうのはちょっと空間にゆとりが出るので、気に入っております。はい、そして、あのー、サイドブレーキの位置です。もう本当にジャストのところというか、あのー、 車をこう走行、ま、走行編でもちょっと紹介するかもしれませんけど、サイドブレーキのこの位置がもう,もうジャストなんですよね、もう本当に。これね、本当に最高です。そして、このインパネ。これがフラットでございます。あの、これがね、こうフラットなので、視界が 気持ちよよく開けてるんですよねここがこうモコッとこうなってたりするとなんか割とちょっとなんか嫌なんだけどここすごくフラットになってるんで見やすいなのでなんかスマートフォンとかをここにこうね置いてこう盛り上がらせたくないともうここは常にフラットにしたいんで今ねもうスマートフォンのこういうのっていうのをいろいろ探してはいるんですけど今のところはもうつけずにいこうかと思いますもうこことかにしてると こう出っぱいるじゃないですか。で、運転中スマホ見ないしね、音楽かけてるか、オーディブルで、あの、弾いてるんで、このままの状態で、すごくね、視界がね、気持ちがいいです。あと、こう、車体が低いので、低い位置からのビューっていうのも、まあ、楽しめる。なんかこう、いらないものがないので、非常にね、気持ち、もう、スッキとした、えー、インパネでめちゃめちゃ気に入ってます。そして、このね、各種、つまみのデザイン、この音。 この音とかね、各種つまみがね、本当にコックピットみたいな、ね、こういうところとか、うん、本当にね、こういう感じのつまみっていうのが非常にね、クロスビーの時にはもちろんなかった、なんかスポーティーな感じのコックピットのね、雰囲気をここでね、もう漂わせているのでめちゃめちゃ気に入ってます。そして細かいところを言うとね、このエアコンのダクト、吹き出しのところ、なんかね、このデザインが、 非常にね、丸くて、レーシングっぽい,、はい。こっちもなんですよ。レーシングっぽくて、めちゃくちゃ、なんかね、これが、こうあることによっての、レーシング、スポーティーっぽい、レーシングっぽい感じがめちゃくちゃね、気に入りました。で、えー、トータル。ね、このトータルのデザインが、スポーティーじゃないですか。やっぱスポーツカーだから。やっぱこのね、トータルのスポーティーさっていうのがね、めちゃめちゃね、気に入りました。 ただ、もちろん、悪い点というか、ちょっと不満な点というか、えー、部分はございます。まずね、このね、グローブボックスのデザイン。これね、なんかね、出っ張ってるんですよ、こう。こうね、平ら、平ら、平ら、ここもフラット、いい感じできてんのに、いきなりここだけボンってこう、三角に出っ張ってる、こう。 なんかこう、出っ歯みたいな感じになってるんですよ。なんでこういうデザインなのかなこれをもうちょっとこう、上にこうしてくれて、ちょっとここに隙間が出るぐらい、ちょっとこうね、置けるぐらい。これ、水平でもないから何も置けないし、ここにね、例えばこんなスマートフォン、いや、置けるけど、置けるんかい置けるけど、斜めなんですよ、ほら。滑るんですよね。なんでこれをこう、水平にしなかったのかっていうのが、ちょっとよくわからない。 だってここ出てるんだから、ここもうちょっとなんかこう水平にこういう感じでしてくれたらよかったのに、なんかここだけね、ちょっとこう見た感じね、こう見た感じ、ここだけなんかこう違和感が明らかにある。ちょっとここはね、バッドポイントかなと思います。はい、そしてこのね、これがね、狭いです、めっちゃ。なんかいっぱい入ってるように見えますけど、むちゃくちゃ狭いです。もう下手したらこうね、ほら、閉まんない時がある。 もう本当にこういうのもね、こう、もうきっちり小さく入れて、締める。なんかね、使い勝手はちょっと悪いかなという感じです。で、このハンドルなんですけど、ま、デザインかっこいいんですけど、湿度によって、あの、サラッサラしすぎる。うん。なんかね、さら、もう特に冬場とか乾燥してるから、サラサラしてるんで滑っちゃうんですね。なんかちょっとなーっていう感じですね。で、えこういう風うにレッドね、先ほど、こう。 あったんですけど、こう、ステッチがね、ここのパネルとか、で、この足元とか赤あるんですけど、もうちょっと赤欲しかったかなと、うん、思います。だこの辺とかもちょっと赤にしてくれたら、よかったのかなぁと、こう、こうね、赤、赤、赤、こう、ここら辺なんもないですよ。で、ここにちょっとステッチ入ってるだけ。ここまで赤だったらなんかかっこよかったなぁって思います。はい。で、全体的にね、今、レビューしていたんですけど、悪い点のもう、 カ活というところで言うと、これね、ちょっとやっぱ安っぽいです。うん。やっぱグレードっていうか、スポーツカーの中でのグレードは一番下だと思うんですよね。86って。うん。なので、やっぱりその安さが出ている感じがしますね。うん。なんか質感っていう意味で言うと、こういう質感、まあ、クロスビーとそんなに大差がないのかなと。うん。ここにね、アルカンターラのこう、みたいなスウェードっぽいの。まあ、ここだけですね。 うん、これ以外はもうちょっとまあ、まあ、スポーティーはスポーティーだけど、ちょっと安っぽさがあるかなという感じでございます。はい。ということで、ちょっと眩しいんでサングラス、あの、付けさせてもらいましたけど、えー、内装について、ね。えっ、ー、と、もうこれはね、もう買って正解でした。まあ、トータル的に言えばいい点も悪い点もございましたけど、最高です。気に入りました。 ということで今回の動画では1ヶ月経ったので GR86 をズバッとレビューさせていただきました内装編外装編走行編カスタム編4部構成のうちの内装編インテリアデザインについてのいい点悪い点をご紹介させていただきました次回の動画は内装編エクステリアになりますのでお見逃しなくはいではまた次回の動画で